はい、皆さんこんにちは、森蔵です。今日はですね、新邸のちょっと速報的な内容になります。今日は2021年の2月26日なんですけども、ですね、今日の夕方、に、那覇の方で、南西海運っていうね、まあ、大きな貨物船の方に船が積み込まれまして、はい、こちらに向かってもう出船したということです。はい、明日の早朝には宮古島に到着しまして、まあ、昼ぐらいですかね、には、はい、水面に浮いた状態になっているんではないかっていう、予定になります。はい。まだ、あくまで予定なので、わかりませんが、まあ、一応そんな予定になります。でですね、まあ、一応ですね、登録的な内容だとか、一応手続き的な内容いろいろあるんで、そういうのってもう全部一応ある程度は完了はさせてます。なので、まあ、一応到着して、まあ、すぐにでも、リーグできる体制は整えられるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ一応そのね、ある程度のちゃんとした、手続きちゃんとね、ミスしてないかとか全部チェックした上で、はい、出船っていう形で運用していこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。なかなかですね、はい。正直、僕の心理的な部分で言うと、まあ、新艇になるので、すごい楽しみな部分は実際、もちろんあるんですけども、まあ、本音で言うとですね、実は 98% が不安で、いっぱいです。2% のね、楽しみだなっていうのもあるんですけど、ここに来てですね、やっぱ 98%、これからどんなね、宮古島の釣り船として、どんな GT 船としてやっていけるのかっていう部分が、やっぱりまだ未知数な部分あります。なので、実際運用してみてからじゃないと分かんない部分が多々あるんで、まあそこら辺ね、はい、じっくりと、船のね、まあ、ポテンシャルだったりとか、その、まあ、その性能とかそういうのも含めて、お客様にどんだけね、楽しんでいただけるのかっていうのを、ね、今から考えていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。というわけでですね、明日は、はい、昼ぐらいに、ね、着くんですけど、まあ、ちょっとね、インスタライブ的な部分をね、ちょっと考えてはいるんですけど、まあ、ちょっと、そのタイミングでどうするかはまだ決めてないので、はい、もしかしたら、超過の方のインスタ、グラムのアカウントで、はい、インスタの生配信をするかもしれないです。はい、するかもしれないんで、もしかしたらお昼頃にそういう生配信するかもしれないんで、しないかもしれないんで、ちょっとしなかったらごめんなさいなんですけど、するかもしれないんで、はい、する場合は、まあ、もしよかったら皆さん、見に来てください。はい、というわけで、今日はこれで以上になりますが、はい、明日からね、いよいよ、第2幕。はい、僕のね、ガイド人生における、まあ、独立してからの第 2幕になるんで、まあ、それをね、どういう風にやっていくか、ね、ちょっとね、明日から始まりますんで、楽しみにしてください。というわけで、次の動画でまたお会いしましょう。明日の、新艇が届いた動画は明日あげますの予定ですんで、はい、皆さんよろしくお願いします。というわけで、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。